こんにちは、ザツです。今回は広島の三原に来ています。スーパーホテル三原駅前店を利用しました。いろいろと考えて今回は公共の交通機関を利用せず自家用車にて現地に向かいました。まあいろいろありますよね。三原は尾道の隣にある都市になります。一家5人で宿泊するとなるとどうしても条件が限られてしまいます。そこでマッチングしたのが今回のホテルになります。こんにちは。予約して、はい、お待ちしておりました。本日からご一泊ですね、はい、禁煙のお部屋で、お部屋がつながるお部屋でご予約いただいております。はい、本日お二部屋のご予約とお先にこちらですね。本日10階のお部屋をご用意しております。はい、簡単に当ホテルの案内させていただくんですが、はい、お2階に天然温泉男女別でご用意しております。はい、明日の朝9時半までいつでもご利用いただけますので、はい、お部屋からタオルをお持ちください。はい、トムリョ朝食バイキングが再開しております。6時半から9時までですね。はい、こちら1階でご用意いたします。はい、あと本日21時までなんですが、皆様ウェルカムドリンク1杯無料サービスを行っております。はい、アルコールとソフトドリンクとございまして、はい、お部屋にお持ちいただいても構いませんので、はい、こちら1階からセルフでお持ちください。わかりました。はい、あとこちら詳しい館内案内をお渡ししておきますのでご覧になってください。はい、はい、ありがとうございます。以上でございます。はい、お待たせいたしました。アメニティはエントランスに置いてあり、1人5個いただくことができます。これは嬉しいですよね。シャンプーなんかも置いてあるものと断然質が違いました。香りもものすごくいいです。パジャマと選べる枕をここから借りることができます。意外と枕は大事ですね。肩こりとか全然違います。アメニティを選んでお部屋に向かいました。ちょっと明るくなってから探してみよう。あれ2階間違えた。5人で予約したんでも、ね、到着しました。よし、暑くなりましたね。コネクティングルームという部屋を、用意しました。今日は、部屋の感じとしてはこんな感じですが、実はですね2つつながってます。よいしょ。こっちはこっちで電気をつけないとなんですけど、そんな、はい、こんな感じですね。部屋を2つというこんな感じの部屋です。今日は、5人なんですけども、6人まで、使うことができるので、家族とかグループとか、使えると思いますので、もしよろしければ使ってください。では部屋の説明します。パパと こっちに寄ってて、それで、部屋の内容は、冷蔵庫、これが多分電源が入ってないんですね、と、お湯のと、お茶が置かれてます。テレビが32インチぐらいでしょうか、こちら。で、ランと電源のコードは備え付けてあります。で、ファブリーズのようなものと、空気清浄機がついてました。これはいいですね。電気が外れてるので電気をつけてくださいという形です。子供たち大喜びですね。で、お風呂、こちらにあります。大浴場があるんでこちら使いません。で、2人部屋なので2人用の用意がありますね。3、4で、こちらの歯ブラシがあります。で、ボディーソープ、コンディショナーと、シャンプーがありますということで形になってますので、
それでは、お風呂の方も、後ほど迎えたいと思います。じゃあそれではウェルカムドリンクが、始まっているそうなんで行こうと思います。それでは向かいます。ウェルカムドリンクのサービスは各店様々です。確認がいるんですけども楽しみの一つでもあります。特に金沢なんかは手厚かったです。三原駅前店は少し変わっていてですね、アルコールのサービスもあります。後で出てきますけども1000円で飲み放題になります。時間制限もあるので要注意です。これコーヒーなんだ。お酒を中心に飲む人はかなりお得になります。早くにチェックインしてお風呂へ入ってアルコールを飲むといいかも分かりません。一杯じゃ足りなかったです。私はですね、禁断のリアルゴールドにしました。何？紙コップにリアルゴールドはまあまあ危険です。山ぶどうサイダー、皆さんは注意してください。これもサイダー？それはオレンジ 100%。 これサイダー、それはスカッシュって書いてあるからサイダーやな。麻雀がやってる。高い。まあこんな感じになってしまうんですね。危険です。大丈夫。ということでいただきましたんでお風呂へ向かいます。あと、寝巻きとか借りたらいい。あ、寝巻きも借りれるの？ある S と L 借りる？じゃあ、お風呂に。お風呂に。やっぱ、これとか靴下もいいけど。あ、これ2階、上の段に寝らない子あるの？立ってるけど。時間はお部屋。はい、行こう。タカ。お風呂？じゃあ、お風呂。違う違う。ミニちゃんは。こちらのランドリーは1回回すのに200円、なんと乾燥機が無料でした。これはかなり珍しいです。乾燥機はただなのかな。乾燥機はただっぽいな、だからあれ行こう。あれ、これは男性。あ、入れるね。はい、
まあ、2階からの眺めこんな感じです。まあ、もうそろそろ夜も更けてきたんで目を止めます。それではおやすみなさい。おはようございます。朝の眺めこんな感じでした。とても素晴らしい、光景が広がってました。夜はですね、やっぱり日が少なくて真っ暗だったんですけども、朝日が出てからはすごかったです。これいいですね。ちょっとタイムラプス撮ってみたんで、ご覧ください。それでは行きます。今ですね、朝の8時20分です。日曜祝日は9時まで朝ごはんということで今から朝ごはんに向かいます。それでは行きます。下押して、ここ一番上、この階。あ、うん、あれだね、はい、あの暗闇、暗闇怖いけどな。おはようございます。おはようございます。ぜひお店くださいませ。おはようございます。ジュース持ってた。え、なんで？え、なんでジュースあるから。違う違う、朝ごはんはいいの。うん、お席がないね。パンの種類は豊富で美味しかったです。スーパーホテルどこの店舗に行っても焼きたてパン推しですね。タコカレーなるものがありました。その名の通りカレーにタコが入ったものです。これがなかなかイケてたんです。今度家でも入れてみようかな。書いてある。うん、いい。これで1個です。
おはようございます。今9時45分になりました。もう、退室の時間になりますんで、出たいと思います。で、こちらですね、お部屋。非常に広く使わせていただきました。で、5人で、使ったんですけども、まあ、ゆっくりできましたね。こういうホテルも珍しい。で、2階がもう、子供の遊び場になってですね、2段ベッドの2階。で、まあ楽しかったみたいです。まあ私が2階寝て、かみさんと子供1階寝て、で、隣は1階1階使ってたんですけども、まあそんな感じで分かれて使いました。で、まあ下のベッドが非常に広くてですね、使い勝手が良かったと。で、2階は2階で、まあ寝るだけだったんで、これ低反発クッションなんですね。非常によく寝れました。で、こちらも羽毛布団で、暖かかったです。で、眺めも良くてですね、朝ごはんも美味しくいただきました。まあオーソドックスなタイプで非常に良かったと思います。で、何が良かったかって、こちら2部屋を1部屋にしてやるということで、テレビも洗面台も2つずつあるわけですね。これが意外と使い勝手が良かったです。面白いですね。まあ、お風呂は大浴場使ったんで非常に大浴場の方も気持ちよく使いました。朝と晩1回ずつ入ってゆっくりできました。また行きたいと思います。さあ行きます。退室します。一晩ありがとうございました。入れた。敷き渡しみたいな。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録お願いします。励みになります。